何事にも前向きでこういつも笑顔なところが好きです。嘘つかないし、まっすぐなところが好きです。なかなかあんな人前で堂々と腕組んだりとかすることはないので結婚、まあ、制度がちゃんと整えば。そうですね、同性婚とか認められたらしますね、うん、普通に幸せに一緒にいられればいいかなって思います。幼稚園の入園式の時には親にスカートを剥がされて泣いてたので、まあ、小さい時から本当に女体の着ぐるみを着てるような、なんで自分の体はこんななんだろうっていうのは小さい時から感覚的にあって、体は順調にこう、まあ、女の子として成長していくけれども、気持ちの上ではどんどんこう男性としての自我が強くなっていくと、まあ、そういうことで言うと生まれた瞬間が一番の挫折じゃないかなと思いますけどね。うちの父親が言ったのは、まあ、親としてね心配でしたけど、文野以上に文野のことを考えてる人はいないと思うんで、自分が選んだ道を正解にしたというだけなんじゃないかなというふうに思っているので、どんなことがあれやっぱり自分の人生を生きるのは自分しかいないので、男として生きるんだったらもうこの人生はもういらないなって思ってたんです。トランスで人に会えなくて、体が変えなきゃいけなくて、人に認められなくて、でもお金かかって、で職がなくて、それ死にたくなっちゃうよねって思うんです。私からするとそんな残酷な社会なんだ今って思って、誰かが変えてあげないと、だってみんな死ぬかもしれないって、今すぐ無理でも必ずみんなが住みやすい社会にするからちょっと待ってて、どうせ死ぬって決めたんだから、死ぬって決めたんですよってすごいさらっと言ってますけど、みんなが普通に送ってる日常って私はすごい幸せだと思ってて、それをやっぱり私も手に入れるまでは死ねないって思って、だってそういう日常欲しいもん。ゲイの人とかレズビアンの人とかトランスジェンダーの人は本当にたくさんいるんだと、全世界のゲイとかレズビアンの一人一人が一人だけにカミングアウトすることだけで世の中はものすごく変わると思いますよ。普通じゃないみたいなね、その中で僕らはうごめいてって、もし世の中が逆だったらみんなどうなんだろうって、本当にストレートの人とかに僕は本当に聞きたいですね。何が正しいって僕は言えないし、受け入れられない人も僕は非難できないし、なんか別に特別じゃないわけじゃないですか。やっぱり自分のアイデンティティとしては欠かせないもので一生懸命絞り出した言葉が、好きになるのは女性なんだよね。自分としてはもう命を懸けた告白、自分自身を否定されるかもしれないし、もし否定されたらどうやって生きていったらいいか分かんないし、まあ、母親が言ってくれた一言がエマエマだよ、嬉しいのとほっとしたので涙もボンボン出るし母さんうちはね好きになる人が女の人なんだよねって聞こえてきて、結局自分の家族だと受け入れられない、受け入れたくない自分がいたんですね。でそれが何でだろうっていうと、やっぱり自分の中に偏見があったんじゃないかな。よく言うんだけども、消化能力がなかったんですよ。全くその知識がなかったので、どう受け止めていいか、本当にカミングアウトしてくれたおかげで、エマのその根源的な悩みっていうのが私なりに理解できたし、そのことを教えてくれたのがエマなので、もう本当に感謝とありがとう、それしかないです。